ベクター変形で楽に書く。ベクター線画変形小技講座。皆さんこんにちは、ゆきのこです。女子のゆきんしです。突然ですが、クリスタをお持ちの皆さんは、線画を描いたことがあるでしょうか？そんな絵描きなら誰だってあるわ。今日は僕がいつも線画を描くときに使っている、ベクターレイヤーでの変形の小技をたくさんご紹介しながら、こちらのおにゃの子を描いていこうと思います。メガネ女子だー、かわいい。描き始める前に、線画を描くときに便利なツールと小技を一通り紹介します。一つ目は、線修正の、ベクター線つまみ。うわー、線が動いたー。おかわりもあるぞ。また動いたー。これは一度引いた線を指でつまむ感じで動かすツールで、うまく線が描けたけど、ちょっとずれちゃったときに、線を微調整するのに使います。肌や髪の毛とか柔らかいものを描くときに便利そうだね。次は同じく、線修正の、線幅修正ツール。なぞった線の太さを変えるツールです。線の形はそのままに、太さだけ変えたいときに使います。いちいち線を重ねたり消したりしなくて良いので便利だね。ツールの設定はこんな感じ。複製して、ベクター全体を太くする設定と、なぞった部分だけ細くする設定の2種類を使います。輪郭を太くしたり、ハイライトっぽく細くしたり、線に抑揚をつけるのに使うよ。3つ目の機能は、選択範囲、メニューの選択範囲にかかるベクターを選択、です。たくさんのベクターが動かせるんだね。複数のベクターを拡大したり、変形したり、移動したり、レイヤーを分離したりできます。おお、いろいろ便利そう。ベクターの変形方法は、オブジェクトツールに設定されているので、オブジェクトツールを2つ用意して、変形方法、自由変形、制御点と角引く回転の2種類を、場合によって使い分けているよ。選択範囲にかかるベクターを選択をすると、上の方にあるオブジェクトツールに優先して切り替わるので、僕の場合はよく使う自由変形のオブジェクトツールを上に置いて、角引く回転をしたいときは下のオブジェクトツールを事前に選択してから、ベクターを選択をしています。少しややこしいですが、変形のたびに変形方法を変えるより、この方法が楽で早いです。続いて、ベクター変形を利用したちょっとした小技です。オブジェクト、ツールプロパティの、修飾キーの設定から、オルト、を、なしにして、選択したベクターをコピペして、オルト、を押しながら変形すると、このように中心から拡大縮小ができるようになり、定規なしで二重の線画が作れるようになります。これは機械や鉄砲、窓とかを描くときに便利そうだね。ベクターレイヤーが便利そうなのは分かったけどさ、なんかこうベクターってとっつきにくくて嫌いなんだよね。ベクターで消しゴム使うと狙ってないところも消えちゃったり、光点消したくさんするとこういう小さいゴミが溜まってくから嫌なんだよね。この小さいの消しゴムで消しにくいし、光点消しで溜まっちゃうゴミは消しゴムよりベクターの複数選択で消去したら楽だよ。おお、これならかなり楽できるよー。あとベクターレイヤーの消しゴムは、確かにとっつきにくいけど、消しゴムの代わりに透明色で描くと、消しゴムで消したっぽくできるよ。その解決方法は若干バグ味を感じるんですが、僕もよくわかんない仕様なんですが、めっちゃ便利なので使っています。ちなみに隠れてるだけで、元の線が消えるわけではないようです。やっぱりダメなのでは。ツールとかの説明も終わったし、早速美少女を描いていくよ。頭蓋骨の丸みに沿って、目や髪の毛を描いています。線を描きながら、時々変形や線つまみをして、ところどころ調整しながら描き進めていきます。なんだかラフ描くときでも、ラスターで描くより早いね。顔の十字線とか迷い線を一発で消せるのが良いね。体を描いていきます。首と肩の位置関係が変なので、体の線を選択して移動しています。頭蓋骨が横に長い気がしたので、頭全体の線画を変形して縮めています。このように気になる点をとにかく見つけて修正して、美少女に近づけていきます。美
気象状書く上で何かコツとかあるの？わかんない。わかんないのかよ。なんで講座やっちゃったんだよ。強いて言うなら可愛くないところを見つけてそこを書き直す、また見つけて書き直す、これを5万回くらい繰り返す。うわー、やっぱり力技じゃんかよ。だが今まで学んだ変形機能たちがあればその書き直しも全然苦ではないのだ。美少女を書くのが苦手な僕でも書き直し続ければいずれ美少女は舞い降りるのだということを証明するのだ。次はメガネだ。メガネは顔のレイヤーとは分けて書きます。メガネは適当に形を取ってから、ところどころ疑似消しゴムで削ったり、変形したりで合わせていきます。メガネの線画を描いていきます。メガネは曲線ツールで引いた線に、右クリックで制御点を追加して、カーブを増やしながら、ベクター変形でラフに合わせていきます。これはラスターだと面倒くさそうだね。複数のベクターの変形がなかったら心折れてると思う。だいたい欠けてきたけど、ポーズが直立不動というか、いまいち可愛くないので、少しお茶目に首をかしげているようなポーズに変えることにしました。髪と顔、メガネ、手のレイヤーをシフトを押しながらまとめて選択して回転させます。おー、確かに可愛くなった。美少女はポーズが大事なのだ。ベクター変形は複数のレイヤーには使えないので、ここでは普通の編集、メニューの変形を使っています。変えたポーズに合わせて腕の位置や首の高さを調整しています。メガネ周りの髪の毛が少しうるさい感じがしたので、消しています。髪の毛に動きがなくて可愛くなかったので、風になびいてる感じにラフを書き直しました。口元がり口にして可愛い感じにしました。おー、可愛くなった。かなり完成形が見えてきたよ。手のポーズがよくわからないポーズだったので、より可愛いポーズに変えながら清書していきます。指周りなどの線が集中するところは、選択範囲にかかるベクターを選択、ツールが大活躍してくれます。指や手のひらなど、パーツごとに個別に変形できるのでとても便利です。最後に髪の毛を描いていきます。髪の毛の毛束のたなびきも、ベクター変形で調整すると、かなり効率的に描くことができます。これはめちゃくちゃ便利そう。髪の毛が少し風にたなびきすぎていたので、変形でちょっと落ち着いた感じにしました。三つ編み部分も同様に調整しました。髪の毛全体を描いていきます。手前と奥の髪の毛でレイヤーを分けて、手前の髪の毛に白地を入れて、後ろの髪の毛とかぶらないようにしていきます。これで後ろの髪も重なりを気にしないで伸び伸び描けるね。線画はこのような感じになりました。髪の毛が少し太い気がするので、線幅修正で補足します。最後に目を描いて、影トーンを貼って。完成です。かわいい。我ながら可愛く描けた気がする。皆様、ベクター線画変形小技講座、いかがだったでしょうか？慣れさえすれば効率的に楽しく素早く描くことができます。皆さんもぜひ一度やってみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。